ドラニュースサンドです。いつもご視聴ありがとうございます。最近ギター関係の動画伸びてるようで皆様にありがとうございます。この調子でいけると週2ぐらいは投稿できるかなってペースになりますので、皆様にも拡散とかしていろんな人に見られるようにご協力をお願いします。で、今回ねちょっとコメントで気になることがあったので、別に悪口とかその晒すとかそんなことはしませんのでご安心ください。ただちょっとこの的を得てないというか、もっとじゃあそれを踏まえてもっと大事なことをお知らせしようかなと思います。まあ、何があったかっていうと、このコメントで、まあ自分っていろんなこう投稿をこうまとめてやってるから、もちろん勘違いする人も多いと思うんですけど、まあ主にこのギター関係の動画を上げてるんですよね。だけど全然見られないから、じゃあでそのなぜかこの本業のこっちが伸びなくて他の動画が伸びてるってことがあって、だからその辺をまた力入れてたりとかして、見られないものを上げ続けると YouTube ってその悪い評価が与えられて、そのさらに見られなくなるっていう負のループが入っちゃうんで、投稿減らしてたんですよね。だけど最近すごい伸び始めたんで、じゃあまたどんどん増やしていくっていう感じになっていってるんですけど、まあ、それはまあ今置いときますと。でコメントでこのギター関係の動画だと思ったら、なんていうの、カップラーメンの話してるみたいなことをコメントに書かれちゃって、なんかまあその健康、いわゆるまあざっくり言うと、このギター関係の動画出してるのになんか健康的な話してるみたいなことがコメントに書かれて、別に悪口とかじゃないんですけど、なんかこの的を得てないなっていうのをちょっとそれ言いたいんですよね。あのギターを弾くってのはスポーツです、はっきり言ったらね。だからこれこの時点でハテナって思う人も多いかもしれないけど、それぐらいあの認知がずれてるんですよ。だからあの何でもそうですけど、例えばサッカーの、例えばサッカーするときにサッカーのじゃシュート練習だけしてればいいじゃんって言ってる人みたいな感じですよね。いやそれシュートも大事だけど、そこにまた走ったりとかしてこうって、そこにその場に追いつくとか、そこに移動するとかって、この走り込みっていうのはスタミナとか、その走るスピードとか、ボールを回していくテクニックとか必要じゃないですか。なぜかそのシュートを入れたら勝てるっていうことにフォーカスがされちゃって、そこだけを見てるみたいな感じなんですよね。何が言いたいかっていうと、あのギターを弾いてるのって体でしょっていう、あのギター弾いてるのってギターじゃないよっていう、だからそのギターの改造もそうなんだけど、ギターの音を良くしたいっていうよりかは、そのギターをよく弾かせる腕が必要だよって言いたいんですよね。だからなんかその伝わりますかね、この腕ってのが効率よく動けば上手くもなるし、だからこの何ていうの、まあ上手くなるスピードが速いとか吸収も速いんだよってことをお知らせしたいんですよ。だから健康ってめっちゃ大事なんですよ。人間の体ってのは結局自分がこう動かすものじゃないですか、動かすもので自分が意思として動かすものじゃないですか。あのこれをあの 100% 自分の体が動いてるもんだと勘違いしてません？あのそこがあのダメなところというか、あの人間の体ってね、意外となんかこれ北斗の拳みたいだけど 30% と極端すぎると思うんですけど、ただ 100% ではないんですよ。その 100% にすることでよりうまく弾けるようになるとか、よりこの新しいことをこのなんか吸収しやすくなるとか体にできるんですよね。それが健康であり、この体使いなんですよ。だからあのこういう弾くばっかりにとらわれてるともったいないよって。だからこのなんか 1×5 みたいなあの話知ってます？島田紳助の話は好きなんですけど、いわゆる天才と努力みたいな、まあ、天才とかそれはどうでもいいとして、このいくらこっちが1では5の努力をしても、こっちが1だったら5にしかならんけど、こっちが2とか3とかだったらより増えていくみたいな、そういう風なんですよ。体が結局ね資本なんで、何でもそうですよ。覚えてください、体が資本です。体が良ければやることは全て良くなりますっていう話なんですよ。だから健康に気使えよっていうのは本当にそれ大事で、だまあ、それぞれもうすごい、もう置いときます、この話長くなりそうだから。で、じゃあどうすればいいかってことを具体的にお知らせしますけど、あの、いわゆる型で、まあ、ざっくりもう全部ですよね。もう本当に言ったら全部なんだけど、まあ、ざっくり体感としてお知らせしたいというか、体感をまず感じてほしいのが、あの、まあまあ、肩とか首とか含めて、こっちから、もう全体の腕を、良くするっていう動画ありますんで、これあの他の人の動画なんですの、動画ですので、これアップしていいもんかちょっとわかんないです。まあ最悪なんかあったら消してもいいので、とりあえずこれ見てください。で、まずですね、立ち姿勢、立った状態でやっていくんですけども、立ち姿勢でポイントなのは、つま先の向きなんですね。このような状態で、ちょっと外に向けた状態ですね。この状態でスタートして、次はですね、手のひらを前、要は外に向けた状態、肩甲骨をできるだけ寄せた状態で、手をですね、こう交差させます。交差させて息を吸いながら、鼻で息を吸いながら上に上げます。で、上げた状態から次はできるだけ腕を斜め後ろにこうゴリ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 と肩甲骨をぶつけながらですね、こうぶつけながらというかゴリゴリさせながら
ですね。この手のひらを外に向けた状態で交差させて、吸いながら上げて、吐きながらできるだけ斜め後ろ、こう外にねじった状態で斜め後ろ、斜め後ろ、斜め後ろで肩甲骨をゴリゴリさせるんですね。肩甲骨と骨盤が締まっていって呼吸も深くなって、腰痛とか肩こりの予防にもなるし、猫背も改善できてデトックスも高まるっていうようなエクササイズになります。首とか肩、特に首がこう痛い場合、左右に倒して首が突っ張るなっていう風に場合っていうのは、首が動きすぎてしまっているんですね。首っていうのは実際あんまり動くところじゃありません。首っていうのは頸椎っていうふうに言いますけども、頸椎ってそんなに動く場所ではなくって、頸椎が動きすぎてしまうと首が突っ張ってしまうんですよ。で、本当は後ろの肩甲骨、その下にある胸椎とか肩甲骨が動かなくてはいけないんですね。で、胸椎とか肩甲骨が動かないから首が動きすぎてしまって突っ張ってしまうんです。なので、まあ、肩甲骨が動く状態になれば胸椎も動くような形になりますから、首とか肩っていうのは、まあ、痛くなくなるんです。で、それをですね、じゃあ3秒で消す方法っていうと早速やっていきたいと思います。はい、お待たせしました。で、まず左右に倒していただいて突っ張る形があるのであれば、それちょっと覚えておいてください。で、やり方としては簡単で、ただですね、ただ肘をですね、少し曲げます。肘を曲げた状態で、まずは肘をぐーっと後ろに引いてください。肩甲骨を寄せるようなイメージで、これでぐーっと引いていただいて、手のひらを上に向けていただいて、ぐーっとねじって、ぐーっとねじっていきます。はい、この状態で首を左右に倒していただくと突っ張り感ってなくなるはずなんですよ。はい、ただこれだけなんですね。はい、もう一回いきます。肘を曲げてぐーっと、まず引きます。まず引く方です。ねじる方が先じゃなくて、まず肘をぐーっと引いていただいて、手のひらを上に向けてぐーっとねじっていく。そうすることによって最大限に肩甲骨が浮く状態になるんですね。この状態で左右に倒していただくと突っ張り感なくなるはずなんです。この筋肉と、かつこれ内側にねじる、この前腕の筋肉が硬くなってるからこうなってしまって、胸椎が動かない、肩甲骨動かないから首が動きすぎちゃって痛いんですね。なので胸の筋肉とこの前腕の筋肉を伸ばしてあげることによって、勝手にこの状態になる。壁を使っていきます。で、壁を使って、まず胸の筋肉を伸ばしたいので、手のひらを上に向けます。手のひらを上に向けて、だいたい自分の耳くらいの高さで、小指側を壁につけます。で、壁につけていただいたら、肘をしっかり伸ばしていただいて、ぐーっと反対の方に向いていただくと胸が伸びるはずです。胸の筋肉伸ばしていただいて、このまま10秒間ですね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、こうすることによって、まず胸の筋肉が伸びます。手のひらを上に向けた状態、手のひらを思いっきり広げていただいて、壁につけます。はい、壁につけていただいて、ペタッとつけます。で、次はこの状態から肘を伸ばします。伸ばした状態で、硬い方はこれだけでもきついかもしれません。で、さらに胸をグッと張ります。で、これでもきついかもしれません。で、さらに余裕があれば、体をぐーっと反対の方に向けます。で、初めての時はここまで絶対向けないはずです。もうこの辺りできついと思います。できるのであればぐーっと向いてってください。そうすると、ここが思いっきり伸ばされると思います。はい。手をついて、肘を伸ばして、胸を張ってぐーっと回していく。で、10秒間。1、2、3、4、5、6、7、8、10で戻します。そして下ろすと、肩がグッと後ろに入るわけですね。こことここを伸ばすと、そうすると伸ばした側の首めちゃくちゃ楽になるはずです。いかがでした？これを真似してほしいんですよ。真似したら分かるんですけど、むっちゃ腕軽くなりません？むっちゃ腕動きやすくなりません？これなんですよ。これをまず知ってください。これ知らなかったので、これをやる前とやった後でギター弾いてみてください。明らかに指の置き方とか違うと思います。だからそれぐらい皆さんってこの一点集中しすぎで、なおかつ情報を誰もこういうこと言ってないから、
だからこの昔の知識で止まりすぎなんですよ。だから情報アップデートしないと、もっと勉強しないと、もっと違う分野をこう勉強して取り入れないとって。だからこのギター関係のこうもちろんその知識も大事だけど、他の知識も取り入れたりするとより良くなるんだよってことをもう学ばないと。だからどん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 なんかこの昔のままというか成長しないままになっていくんですよ。耳に痛いかもしれないですけど、だけど事実なんで。だそれでそれをできてる人に周りに抜かれるとか、短期間でめっちゃ上手くなる人の違いって、まさにこれなんて体遣いなんですよね。自分の体をいかにコントロールできるかとか、自分の限界をどこまで高められるかっていうのは、そこら辺の工夫が必要なんですよ。めちゃくちゃ金かけるとか、めちゃくちゃすごいしんどい努力を必要とするものもあるかもしれないけど、これは簡単じゃないですか。練習前にこういうことをしてれば、そういう体操っていうか柔軟体操をして体の動き良くした上で練習したら、明らかに効率って変わるんですよね。だからそれも含めてギターの練習とか健康とかって大事なんだよってことを伝えたいんですけど、なんかこうやってね、まあ、もちろん自分ってこう YouTube でもう全部まとめてやってるから見つけにくいとかもあるかもしれないですけど、その意図も読み取った方がいいですよって。あの全然関係ないジャンルじゃないですからね。体少しでも体を動かすものってのは全部この健康直結しますから。だから結局あの指先ってあの血管とか、まあ、それもまあ健康の話みたいになるけど、あの血液ってこうやって指先に届けられるので結構難しい、まあ、毛細血管ですから。だからそのよく冷え性ってあるじゃないですか、指先が冷たいとか。例えば冬場もそうですね、寒いってのも分かるけど、冬場が寒い時に指がこう、例えばスタジオ行ったばっかとか、まあ、とりあえず外出して外に出て部屋に入って、じゃあすぐ練習だって時にもう寒くて弾けないってあるじゃないですか。もうあれが分かりやすいですよね。でもあれって例えばこのまあ筋肉つけるのもそうなんですけど、結局温度がこう下がっていくからここが末端が冷えるっていうのもあるんですけど、筋肉があった方がいいとか、あとこの血液の流れがいいとかね、そういうのも健康と直結してるんですよ。じゃあそれがもし良かったりしたら、結構この指先まで結構あったかい人で、だからこの手が冷えないとか、それでもうそうやって練習の時に、特に冬場の練習の時には指が結構ちゃんと動く人になるとかね、そういうのも含めてあのメリットってあるんですよ。演奏に関係するんですよ。だからなんかあの別にコメントした人をディスるわけじゃないけど、ものすごく的を得てなくて、あの演奏と健康って直結してますからね、はっきり言うと。あのここら辺をね、だからその何回もループしちゃうかもしれないけど、演奏弾くばっかみたいに弾くことばっかりに注目すんなって話で、効率悪いぞって話なんですよ。演奏弾くだけの練習はなんかもったいないじゃん。まあ、無駄ではないですよ。無駄ではないけど効率悪いよっていう、それを動かしてるの人間の腕でしょっていう、まあ、まあ例えばもう立って弾くのと一緒ですよね。あのじゃあそれ言うと、じゃあ座って弾いて練習ばっかしてた人が、じゃあ立って同じように弾けるかって言ったら弾けないでしょっていう、それと一緒なんですよ。立って弾くのと座って弾くのって全然違うから。じゃあ立って弾くときって何が起こっているかっていうと、体使ってるからなんですよ。その体使ってないからこうやって立って弾いた時になんか全然弾けないとか、ましてやライブとかで動くとかなるじゃないですか。ライブでまあ動かなくてもいいんだけど、動くとかなってきたら体全部使うでしょ。でその体動きながら弾いたりとかちゃんと弾けるようにするってわけでしょ。それってね、本当にさ、健康とか体が関係ないって言えるかって話なんですよ。あのちゃんと関係してますからね。だからそれも含めて、あの別に何て言うのかな、強制はしないけど、その辺体を良くするってことをちょっと一緒にギター練習で一緒にしたら、あの効率めっちゃ良くなってより上手くなりますよって意識は持ってた方がいいですよ。だからこれ別に現代科学、現代の練習法とかじゃなくて、これ多分ねもう10年20年前から多分そういうことって言われてるはずなんですけど、なんか楽器関係ってすごいなんかこの情報が鎖国されてるっていうか、この古い業界の人たちが強すぎるんですよ、おそらくね。これは憶測だけど、古い業界が力を持ちすぎてる、新しい業界を取り入れない、いや昔からこうだったからみたいな、いわゆるもう頑固なんですよ。だってもっといいものが周りにあれば取り入れて、あじゃあそれ真似ようぜとか、それ取り入れて良くしようぜってやるじゃないですか。それをしなかったんですよね。だからそういうのをしないで、それがまたまかり通ってちゃったら、そのまかり通ってた業界だから、もう知識がアップデートされないままもう現代に至ってるから、もう未だに昔の練習方法とかがこう、なんていうの、残っちゃってるんですよ。もうそうじゃなくて、もう現代のいいところをどんどん取り入れて、より効率よく上手くなろうぜと、簡単に上手くなろうぜと、その努力ってのは正しい努力をしたことに対して意味がありますからね。無駄な努力は努力じゃないですよ。効率が悪いってことはただ時間の無駄ですから、その正しい努力をする知識を身につけた方がいいですよっていう、
だそういうのがちゃんとこのだから それをだからギター関係の情報だけで見てるからそれが見つかんないんですよ。だそれを違う分野とか違う話をする人を見つけてその人から学んでいかないと、あの一生この無駄とは言わないけど効率が悪いこの練習に時間を使って同じようにたくさん練習してるのに短期間で効率よく練習した人たちに抜かれちゃうってことになるんですよ。それに気がつかないと本当もったいないですよ。あなたは才能がある、努力する才能もある、だけどその知識がなくて、ま、周りに負ける大した好きでもないこの知識があるだけで大した好きでもないし努力もそんなしてない人がたまたま効率がいい練習方法に出会ったとか知ってただけで抜かれちゃう。だから頑張った人がちゃんとこう頂点に立つようになってほしいというか、だからその単純にその間違ったりとかその知識がないというかそれ教えてくれる人も周りにいなかっただけでその才能が潰されるってことがすごいもったいないんですよ。それをなくしたいし、それを教えるのが業界の先輩たちとかそういう業界にいる上司層たちがやることなんだけど、それをしてないから、だからこの業界変えないとマジで本当まずいなって思うんですよね。今の知識で本当にいいと思ってんのかとか、このままこの先ずっと言ってていいのかとか、だからそれをね、なんか危険視っていうか、なんかこのなんていうの、このこう不安とか感じないのかなっていうのがちょっと言いたいところなんですよ、上の人たちにね。だからそういうのもとにかくあの楽器関係っていうかその知識の枠の中で調べることはやめてください。他の分野も調べてください。だからそのもう何回も言っちゃうけど、ギター弾くだけでそのギター弾くところだけは楽器関係の方で調べればいいとか、そっちが専門的だから。だけど腕とか効率よくこの体を動かすってことは整体師とかそういうの発信してる健康系とかそういう医者とか、まあ医者もそのピンキーなんだけどね、そういうとこから情報を得てこっちの方にギター関係の方にこう何をこうどんどん取り入れていくってことを組み合わせればより良くなるから、体もいいしこう体弾くというその体の使い方とかあとギターの弾く演奏とかにも応用できるから、そういう風に勉強したり情報を見たり YouTube 見たりとかって工夫していかないと全然上手くなりませんよっていう、上手くならないって言ったらなんか言い方違うけど、効率が悪いですよとか周りに負けちゃいますよとか、周りとズバ抜けたいんだったら応用していかないとっていう、他の分野からいいところ取り入れていかないと上手くなりませんよっていう、そんなお話でした。だからギター弾くにも健康系とかそういうのも結構直結しているので大事な要素ですよっていう話です。だからそういうのも含めて新しい分野っていうか、自分が知らない知識にこうやって抵抗感を覚えることをやめてください。あのそれがあの勉強であり、それが上手くなる秘訣だと思っています。じゃあご清聴ありがとうございました。